平野紫耀新グループ発表での、悲しませるかもしれない、発言にファン反応二分。意見対立、絆深める狙いも、ジャニーズ事務所を離れ、新たなステージでの活動をスタートさせた元、キングピンスのメンバー、平野紫耀さんが、新グループ、ナンバーアイの発表の際に、もしかしたら悲しませることもあるかもしれません。 と発言したことがファンの間で波紋を広げています。この発言についてファンの賛否両論がネット上で繰り広げられ、その意味や背後にあるメッセージについて考察してみましょう。平野志耀さんの新グループナンバーアイ結成の発表はファンにとって待望の瞬間でした。元キングピンスのメンバーである平野さん、神宮寺ゆ太さん、 そして、岸優太さんが新しいプロジェクトに向けて力を合わせることは多くのファンにとって嬉しい驚きでした。その際、平野さんはもしかしたら悲しませることもあるかもしれませんという発言をしたことで賛否の声が広がりました。この発言に対してファンからの反応は二極化しています。一方ではなんで悲しませる前提なんだよ。この言葉は引っかかった。 といった批判的な声が上がりました。ファンからは、すでに彼らが待望していた新グループの発表があった時点で、悲しいことを予告する必要性に疑問符が付けられました。さらに、もうすでに悲しんでるファンたくさんいるんだよ、という声も聞かれ、平野さんの発言が一部のファンにとっては不適切だと感じられたようです。 一方で、平野さんへの指示や信頼を表す声も多くありました。ファンからは、きっと悲しませてしまったって、砲撃で思ってるからだよね。良いことばかりじゃないかもしれないけど一緒に乗り越えようと言ってくれたことで用さんへの信頼度増した、といった声が寄せられました。彼の率直な発言に共感し、彼らと共に未来に向かって進む覚悟を示すファンが多かったことが伺えます。 ナンバーアイの新しい活動に向けて、岸さんはやりたいこととか、もちろんたくさんあるんですけど、行動で皆さんに伝えていけたらな、と思ってますので、ぜひよろしくお願いします、とコメントし、神宮寺さんも皆さんと一緒に幸せな時間を作っていくということが一番大切だと思ってますので、改めて3人で活動していきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。 と呼びかけています。このような言葉から、新グループがファンと共に歩みを進める決意が感じられます。平野さん自身も、本当にここから大変なこと、辛いこと、悲しいこと、楽しいこと、最高なこと、熱いこと、何でもあると思うんですけど、一歩一歩。 ついたちついたちをファンの皆さんと刻みながら、思い出を刻みながら、ビッグな関係性になれたらなというのは、すごく思っています。と述べ、その上で、でも僕たちは皆さんを楽しませたいという一心で、これから頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。と締めくくりました。彼の言葉からは、ファンとの絆を大切にし、一歩一歩進んでいく決意が伝わってきます。 この発言について、ファンの反応が賛否両論に分かれた背後には、平野さんのファンに対する誠実な姿勢と、新たな挑戦に向けた覚悟があると考えられます。彼が、悲しませることもあるかもしれない、と発言したのは、新しい道のりが必ずしも花道ばかりではないことを認識し、ファンに対してもっともらしい期待を持ってもらいたいとの思いがあったのかもしれません。 新しいグループナンバーアイの結成はファンにとって喜ばしい出来事であり彼らがこれからどのような活動を展開していくのかが楽しみです。平野志耀さんの率直な発言がファンとの絆をより一層深めるきっかけとなることを期待したいと思います。平野志耀さんの悲しませるかもしれないという発言は 彼の新たなスタートにおける率直な思いと覚悟が込められていました。この言葉がファンの間で賛否両論を巻き起こした背景には、彼のファンに対する誠実さと信頼の証となるであろう。彼の真摯な心意気があったことが伺えます。これからのナンバーアイの活動において、彼らがファンと共に歩んでいく姿が、さらなる絆を深める機会となるでしょう。 ファンの指示と期待が彼らの力となり、新しい旅路での成功へと導いてくれることを願っています。新グループの活動に対する期待とともに、平野志耀さんの率直な発言が彼のファンとの絆をより一層深め、彼らの新たなステージでの輝かしい成功を祈るばかりです。これからの彼らの活躍に、ますますの注目が集まることは間違いありません。 ファンの間で賛否両論を読んだこの発言は、彼の率直さと新たなスタートに対する誠実な姿勢が反映されているものと言えるでしょう。今後の彼らの活動に期待が高まるばかりです。結局のところ、平野耀さんとナンバーアイのメンバーたちは、彼らの新たな舞台で輝きを放ち、ファンとの絆をさらに深めていくことでしょう。 彼らの新たな挑戦と成長に向けて応援の手を差し伸べるファンの存在が彼らにとって大きな力となることでしょう。